北海道積丹郡の一積丹郡は、北海道後部市総合振興局の郡。人口1912人、面積 238.14 京平方メートル、人口密度 8.03 人、京平方メートル。以下の一町を含む。1879年に行政区画として発足した当時の郡域は、積丹町の一部にあたる。江戸時代、積丹郡域は、和人地となる。正木藩によって、積丹場所が開かれていた。正木藩の地頭、藤倉金兵衛によって、新田御上岬村に創建され、志や古丹明神、小型家氏明神として奉祭されていた、新井神社は、寛文3年よりも前の創始である。元禄元年以降、新井岬から、北は、女人禁制とされていた。陸上交通は、積丹、吉国両芭蕉浮世人岩田や金倉によって、積丹場所菱より、美国場所小泊に至る、約4里の新道が開削されている。江戸時代後期の文化4年には、積丹郡域は、天領とされた。文政4年には、正木藩の元に戻されたものの、安政2年再び天領となり、庄内藩が警護に当たった。同年新井岬の女人禁制が解かれている。戊辰戦争終結直後の1869年8月15日、大宝律令の国軍里制を踏襲して、積丹郡が置かれた。北海道 1.29 町村制施行時の積丹郡の町村。ありがとうございます。